ウイス、どうも、世界のゆういちです。そろそろ資格が欲しいなっていうことで、いろいろネットで調べてたんですよ。半年から1年ぐらい勉強して受かりそうなやつを調べて、割とね、就職に有利なやつ。そうしたら危険物と宅建士っていうのが出てきて、危険物はもう元々持ってるんで、宅建士を取るかってことでね、宅建士のテキストを買いました。時間はねたくさんあるんで、その間に勉強しようかなと思ってこの本をね買いました。調べたら宅建士っていうのは半年から1年ぐらいの勉強期間で、合格率も 20% 前後ぐらいだったかな。試験がね10月にあるらしいんですよ、今年ので。今撮影してるのが4月なんで、半年ぐらいあるんで大丈夫かなっていう感じで勉強ねすることにしました。今回落ちてもね、次の翌年にまた受ければいいだけなんで、減るもんじゃないんでね、身につくと思うんでね、どうせダラダラしてるぐらいだったらと思って。普段ね YouTube を見てるか Indeed で求人を検索してるぐらいなんですよ。大したことやってないんでね、だったらその暇あったら勉強しようかなと思って、ちょっとね思いつきなんですけど挑戦することにしました。今後の予定としては、今年の2021年の10月の試験を受験しようと思ってます。テキストとかね、何買ったらいいか分かんなかったんで、これとりあえず歌い文句がいいじゃないですか。1回で合格、宅建士、これが一番シンプルかなと思ってこの本を買いましたね。で、目標なんですけど、1日1時間か2時間ぐらいね勉強できたらなとは思ってます。参考までに僕のね知能指数というか、学歴としてはね、高校中退で高卒認定っていう資格取った、持ってる資格が危険物のオツ種4類ってやつと、あと漢字検定準2級、そんくらいの学力です。で、そんくらいのやつが半年間勉強したら受かるのかどうかっていうのをねやっていこうと思います。で、ちょっと勉強の仕方とかあんま分かんないんで、 YouTube に載ってる宅建講座とかそういうのはねお手本にやっていけたらなと思います。独学で半年間勉強して受かるのかどうかっていうのをね試していこうと思います。頑張りたいと思いますって感じで、ウィス、バイバイ。